先ほど届いた編み機です。開けていきたいと思います。これこの100均のこれですね。便利なこのちょこっと飛び出す、刃がちょこっと飛び出す、これで再利用できるように貼ってあるテープとかガムテープのところを丁寧に切っていきます。かなり厳重に梱包してくださってます。丁寧にね、何枚もの、段ボール箱を、継ぎ合わせて、とても上手に梱包なさってます。さあ、この中身はどの子でしょう。状態ですね。でこれ編み機ね、編み機いろいろこうやって開け閉めしたり収納したりいろいろ扱う時にこれポロがついてるんですけど、この椅子、このポロ付きの椅子便利ですよ。向きを変えれたりねできるんで、よいしょ、こんな感じでね、こうやって動かせるでしょ。だからね、開封の仕方が、開封したりいろいろ編み機扱うのに便利です。でこうなんだっけ、背もたれのないね、こういう丸い椅子、コロのあるついた椅子は本当に便利です。ここに貼ってある、丁寧ですね、ありがとうございます。ここもこっちもすごい、これ編み機のサイズに合わせてね、何枚ものいくつもの段ボール箱を上手にお使いになってます。すごいですね、丁寧な方です。はい、この色は私の大好きな新聞もね、緩衝材で衝撃防止で入れてあります。これです、これです、この子です。この子ね、結構ね小ぶりだけど重いんですよね。おっと、いけないいけない、ぶつけちゃいけない。この子はね、こういうサイドもね金属なんでね、私は1回しかないけど、小田原ミシンサービスさんもおっしゃってたけど、このここ金属編み機でもここがプラスチックのもの多いですよね。あのプラスチックが割れちゃうことが多いそうです、発送中にね。なんか今最近これよく着てるでしょう。ニット物を着てるとね、編み機いろいろ扱うのに引っかかっちゃうんですよね。だからこれ作業用の作業服代わりに、この楽なルームウェアを作業服代わりに使ってます。はい、開けます。例の8つボタンの 588K1588 くんですね。じゃーん、よいしょ、開けました。この子がね最近結構人気なのか、結構とにかく、ちょっとこのあれですね、これはこれ多分最初から割れてたんですよね。角がツールボックスの角が割れてるけど、これはもう全然瞬間接着剤で問題ないです。
八つボタンですね。この形大、このキッシュ大好きでね。あ、これどっかから外れたな。ここかな。大好きでね。もうツールはで、レースキャリッジもついてますね。で、ハンドル2つもついてて、そう、私はいつもズルしてこれ取り付けずに滑り止めマットでやってるんですけど、本来こういうゴマ向きを取り付けるこういう固定金具ね。で、こういう向きでこの子は本来は使うんですけど、これはあまり付けたことないです。取り付け金具もあるし、大事なこのハンドルにね。あれ、これはあれ、針押さえ交換不可、交換必要ないかもしれない。浮いてないですね、針が。こうやってこれで針を選ぶわけですね。ボタンが押されてる針を選ぶわけですね。 B 位置にね、出てる針だけを選ぶはずなんで。あ、これ反転レバーがついてた。反転レバーがあると、半になってると選ばれてない針を選びます。はい、大丈夫です。大丈夫です。ここが故障していることってまずないですね。あとはツール、この編み機はこういうケースに入ってくるんですよね。で、針の状態はどうかな。写真でね、サビはなさそうだったんですけど、ないです、ないです、ないですね。わあ、これは良かった。またこの子を蘇らせて、きれいにしてあげてと思って、きちんとカバーをして、どこかにってもうね、収納場所いっぱいいっぱいで。もう洋服ダンスに立てかけるしか場所がない状態なんですけど、これ編み機のカバーつける時ですね、少しね、落とさないように気をつけながら、少し置いてある場所からこの先、手前側を少し浮かせて、それで両サイドを合わせて、で、両サイドきちんとはまっていることを確認して、これをカチンカチンと、はい、こういう感じですね。で、ハンドルね、ハンドルだけで、特に重い編み機ね、ハンドルだけで持たない方がいいです。しっかり左手でしっかり編み機自体を支えてあげて、はい、こういう形で、また今のところ洋服ダンスに立てかけるしかない状態です。ブラザー KH588、 私の大好きな八つボタンの編みです。 KH588 ですね。よし、養女にした、これは男の子ですね、私からすると。よし、養女にしたね、子が届いた時に、開ける時の瞬、開ける時は本当にワクワクするんですね。新しい編み機との出会いっていうことでね。はい、こういう感じで箱を再利用できるようにね、収納のためにも、いろんな意味で、こういうふうに丁寧に開封します。